どうも、こんにちは。今日ですね、土曜日なんですね。行くと給料もらえるイベントがありまして、まず会社のイベントなんですけど、で、それが、社員の集いみたいな、はい。社員が集まる感じの、イベントがありまして、まあ、約200名以上が集まって、まあ、話を聞いて、まあ、帰るっていうのがあったんですけど、まあ、会社辞めたいのに、はい。会社これから辞めたい、会社辞めたくて仕方なくて、これから辞める予定のやつが、まあ、社員の集いみたいな感じのやつに、行ってしまったんですが、まあ、そこでですね、めちゃくちゃ久しぶりにですね、研修時のですね、仲間と再会しましてですね、これから俺会社辞めるんだよなって思いながら話してたんで、なんかモヤモヤしたまました感じしましたね。研修時に会った一番気合うやつと話した時はやっぱ楽しかったんですけど、で、そうですね、上司みたいな、先輩みたいな方がいまして、まあその方ともね、今後、まあなんかいろいろ相談してねって言われたんですよ。その先輩の方に。相談、ああ、もう俺もうすぐ会社辞めるんだよな、みたいな感じのことを思いながら、まあ、相談してねとか言われちゃって、なんか心もやもやした感じしましたね。発表、あ、なんか優秀者発表みたいなのがありまして、その優秀者発表とか、やっぱ会社に属しながらこれから上上がっていくぞ頑張るぞみたいな人からしたら、うわー羨ましい。あんな表彰されてすごいな、年近いのに一個上の人とかも表彰されてて、一個上なのにもう資格案内取ってんだすげーみたいな人たちがまあ表彰されるんですよ。でまあ僕資格一個もないんですけど、でまあそういう方見ると大体よっしゃ俺も来年なろうみたいなやる気出てくるじゃないですか。羨ましいとかも思うと思うんですよ。嫉妬とかもまあする人はするかもしれないです。僕会社という組織の中で頑張れるのすごいなって思って見てました、はい。まあ、すごいなっていう感じですね、僕が思ったのは、はい。はい、バカにしてるとかじゃなくて、会社の中でなんでそんな頑張れるんだろう、はてなはてなみたいな感じになりまして、はい。僕多分本当に会社内とかで僕頑張るとか無理なのかもしれないですね。会社内でなんでそんな頑張れんだろうみたいな思っちゃいましたね。だって会社で頑張っても頑張った分だけ、まあ、会社に利益が入ってで自分の給料も上がっていくわけですが、そんなやる気があるんだったら、そんな、まあ、そんな能力があるんだったらもっと他のところに使った方がなんだろう、うん、もっといい道があるんじゃないかなとかちょっと考えちゃうんですよ僕。だから利益を最大化しようとしすぎて会社自体がもう損だなみたいな思考になっちゃってますので、うん、でも何が得なのかも正直わからないし、まあ会社自体はあまり得をする場所ではないのかなって僕は思ってますね。はい、みんな頑張ってください。僕の会社に属してるみんな表彰、来年同期はね、僕と同期でね、新卒でね今年入社した方は頑張って表彰されてください。来年僕はいないこといないです。100いない。でこれからですね、僕は何をするかと言いますと、人と関わりが多い場所へ次は行こうと思ってます僕は、はい。もうコミュ力がめちゃくちゃ必要な場所、はい。だからコミュ障にはもう地獄の場所に行こうと思ってます。もうコミュ力がないとやってらんない的な、もう、はい。まあそういうところに次は飛び込んでいこうかな。そっちの方が多分僕楽しめるな、そっちの方が僕いいのかな。ちょっと最近もう本当は本来僕コミュ障なんですよ、はい。だから小中高なんかもうくっそ激陰キャだったんで、陰キャでもないんですけど、いじられてもないけど、あんまいじられてたか、いじられすぎて人の前に出るの苦手だけど、いじられすぎてなんか前に出ちゃってる計算子だったんですね。前に出されてるんです、もう強制です、はい。だからまあそれもあって、まあなんかギリギリ影ではない存在だったんですけど、まあ多分それがなかったらくっそ角っこにいたような人間なんですけど、そんな人間でも人とたくさん関われる仕事をできるんだよということをね、この YouTube で証明しています、見せます、はい。まあとりあえず会社辞めてもどうにかなるってことと、コミュ障でも人と関わることで楽しめるっていう、この2つの証明を僕がこの YouTube の動画を通して、証明したいと思っております。ではご視聴ありがとうございました。